でただただいやだけどあの子強くない？あの子はだって俺強いよ。強いでしょ。西山君とタイマー入ったら意味があんねん。マジっすか？え、しないの？この事件しない。え、タイマーだってガチ喧嘩っすか？だからスパリングだって喋って、俺西山君と朝喋って、うん、その前の日に、うん、西山君と誰かといろいろ会ってちょっと、まあ、俺的にはもう話が終わってた、うん、でも効果は終わってないと思った、うん、で西山君と喋って、うん、変わってってなって、あ、電話すか、うん、で変わって西山くんも相手にしないでよ、だったら今がタイマー張ってるよって、あでも女だからなってまあグローブつけてなやってやるよって言ったら1万5千円、まあ、2万か、まあ、多くして2万以上行ったんすか？行っちゃったよタイマー張りに。配信外で？配信外で普通に普通にさすがに西山さんのタイマー張ってないとは思うけど西山び西山さんびっくりですよ、本当に来やがったってじゃあ西山くん電話来て大徳くん、勘弁してくださいよ、マジ来てますよあ、これ大徳くんギャグじゃないですよって、西山くんうまくやっといてよって。いやえ、まさかの西山さん敗北じゃないですか。だから、ね、びっくりだもん西山くん、あの、マジで来てんですけどって、僕、女なんか殴れないですよっていや、ね、俺も今までいろんな人が家に来たけど、さすがに殴れんかった殴れないすげえ。だから西山君あの子西山さんに勝ったの、すげえ喧嘩しに行ったタイマーすごすぎる。で西山君も悪いからっつってマジか、あの何万かあの渡して、うん、これでタクシー帰りなっつって、うんうんうん、帰ってきたけど何しに行った。だから筋肉俺らあるよ。あの筋肉すごいっすもんね。腕めっちゃ太かったっすもん、ね、カラオケで見せてもらったけど。あ、見た。カラオケで居酒屋だった、うん、触ってはないけどめっちゃ力こぶすごいじゃないですか。だって俺腕相撲一番弱かったじゃないですか。あれキックかなんかやってたんですか。やってるやってる。やってる。キックボクサー。そうっすよ、ね、今もやってるんですよ、あれ。